菱川諸信は、江戸時代の画家、菱川派の祖。少年は寛永7年から8年とも言われる。去年64から65あるいは77。浮世絵の確立者であり、しばしば浮世絵の祖と称される。それまで絵イリボンの単なる差し絵でしかなかった浮世絵版画を、鑑賞にこらえうる独立した一枚の絵画作品にまで高めるという重要な役割を果たした。 はじめは、無記名で半本の差し絵を描いており、初作は、漢文11年刊行の話本、私方話であるとされ、翌漢文12年、墨釣り絵本、武家百人一首においてその名前を明らかにした。その後、次第に人気を博し、墨釣り絵リボン、絵本を数多く手掛けた。浮世百人美女、天羅二年間、浮世、俗、天羅三年間、 美人絵尽くしなどに、姿勢の女たちを描写し評判高く、生涯において百種以上の絵本や五十種以上の、公職本に筆を取っている。祖父は、藤原七右衛門といい、京都在住であったが、父の吉左衛門は菱川を称し、安房国平軍、安田本郷に移住、道茂入道郷だけと合した。諸信はここで暮らす縫い白紙の家に生まれた。俗称を、吉兵衛。 晩年は、友竹とコース。明暦の大化の後、万次年間に回路によって、江戸に出て狩りの葉、土佐派、長谷川派といった幕府や、朝廷の御用絵師たちの技法を学び、その上に、市政の絵師らしい、時代感覚に合った、独自の信用式を確立した。はじめは、古エイリボンの復刻の差し絵、名所絵などで絵師としての腕を磨いている。江戸に出て、 はじめは縫い箔を食として、うわいを描いていたが、生来絵が巧みであったのでついに絵画を食としたので、あった。江戸では、境町、立花町、人形町などに展住していた。また、京都へ行ったことも考えられる。漢文後期から遠方前期には、無所名本がほとんどであったが、金蔵師、浄瑠璃本、吉原本、野郎評判記、廃書などの挿絵を中心に活動し、 画ギの研鑽に励んだ。やがて遠方中期、後期になると、絵入り本、絵本で吉原物、歌舞伎物、名書記などや風俗がその他で個性を表し、絵本や枕絵本を観光、諸信様式の確立という大きな転換期を迎えた。枕絵本は、遠方3年観光の無署名、若手有キャラの縁、同34年頃観光の、キャラ枕、遠方5年観光の、 小紫などが、早期の作品である。キャラ枕では、絵師、菱川吉兵衛、小紫では、山和絵、菱川吉兵衛と署名する。遠方5年には他にも金魚園通線の父絵本、江戸鈴目12巻12冊などの差し絵を描いている。その後、遠方6年観光の役者絵本、古今役者物語一冊、絵本、吉原恋の導きや、 元禄四年刊行の絵本、月次の遊び一冊、諸信没後の元禄八年刊行の絵本、和国百女三巻一冊などを表している。また、天南元年刊行の中来牧葉の教科絵本、牧葉教科集二巻二冊の差し絵をしたことも知られている。これらを通して上部に、文章、中、下部に絵という諸信絵本の基本形式が整ってきており、 遠方8年正月観光の人間不礼校、同年5月観光の山和へつくしに至ると、上部3分の1内し4分の1に文章、下部に絵という形式が確立される。当世絵本、風俗絵本の分野においての諸のの評価は動かし、固いものとなったのであった。山和へつくしは古代中世の古事、伝記、説話を山和絵で表現し、山和へし、 菱川吉わきちと署名するなど、当世の山和絵師、菱し諸信のの立脚点をも示した作品として、記念碑的身を持つものと言える。天那に入ると、その活躍は一層目覚ましいものとなり、有用迫らぬ美女軍が画面いっぱいに活っぽする。この天那を挟んだ、約10年間が諸信のの最も充実した時期であった。天那2年に、 大阪で、伊原西閣の、公職一大男が表されると、2年後の、江戸観光の際には諸信が差し絵を担当した。また、同じ天那二年観光の絵本、浮世族、浮世俗絵人、天那四年観光の絵本、男性絵づくしも知られている。上京三四年頃からは演じ組と引き換えに、様式の固定化が目立つようになった。 明暦の大化直後の再建の土音も高い、江戸市民の思考に、諸信の伸び伸びとして、陰りのない明快な画風もマッチしていた。吉原恋の導き、岩木へつくし、美人へつくしなどを見ても線が太く若々しい、ものであった。その公職的な姿も明けっ広げで、健康的なのは時代のめでたさと思える。楽観に、大和がこうや、大和絵師という肩書きをつけているのも、 その自負、自覚の現れである。また、江津市の遠近動員と組んで制作した、東海道文館絵図は、江戸時代前期を代表する道中図として知られている。大衆の人気を得た諸信は公職本を、主に次々と絵入り本を、観光、やがてその差し絵が、鑑賞用として一枚絵として独立、墨石式による、大量印刷により、価格も安く、 誰でも変えるものになった。吉原の体、江戸物産体、大鉱山物語や無題の春画組物など、墨一式で稀に筆栽された独自の様式の版画芸術が誕生し、ここに浮世絵が庶民の美術となったのであった。諸信は屏風、絵巻、掛け服と様々な肉筆浮世絵も描いており、それらは江戸の二大悪所と言われた歌舞伎と有利、 隅田川や花見の名所に遊び集う人々や遊女であった。そのおおらかで優美な作風は浮世絵の基本的様式となっていった。中でも見返り美人図は諸の部による一人立ち美人図であるという点で珍しい作例で歩みの途中でふと足を止めて振り返った印象的な美人画様式はまさに榎の本企画の巨栗において菱川洋の東面影と 廃徊で歌われたそのものであると見られる。諸信は、肉筆清いでは、日本海と関していることが多い。元禄7年6月4日、諸信は、江戸の村松町の自宅で死去し、浅草において葬儀が行われた。修正故郷を愛した諸信の遺骨は、某州安田の別外院に葬られた。お大寺は、府中志向要求の西願寺。法名は、かつ誉れ即友子寺。 門人には、諸信の子、菱川諸房、菱川氏、久氏、菱川四季の他に、古山諸重、菱川智房、菱川四大ら、菱川氏周ら多数おり、工房を形作っていたと言われる。故郷の千葉県巨南町には、菱川諸信記念館がある。十二図のうち、ついたての影、菱川諸信が菊の花を揺らす秋風を感じ、小川のせせらぎを聞きながら、 ついたての影で若い男女がむつみ合おうとしている場面。1670年代後期から1680年代初頭の頃に描かれた春画。大判、墨釣りへ必殺。春画揃いもの、十二図の第一図。同じ揃いものには他に、第二図、低照の跡などあり。春画揃いものでは、通常、第一図、第二図での露骨な性描写は控えられる。 これらの絵はそういった種類のものである。ありがとうございます。